え、マジマジマジ本当に。おお、そう、キャスティング用に買ったんすよ。今回このリールも見て、このでかいの、でかすぎ、まあ、こんな感じで買ったんですよね。 PE が8号で、リーダーが150ポンド、めちゃめちゃ太い。こんな感じ、めっちゃ太いでしょ。すごいね。うん、で、これ島で売ってる浪人天秤釣り道具とは思えないだろこれこれこんな感じで、こう、まあ多分スルルなんだね、これね、こうやって多分だよ、わかんない、これ組み方知らないから。で、ここにもう一個ラインつけて、まあ、こんな感じだと思うんだけど、いいのかな、こんなの。わかんない。いいんじゃない、ドラグフリーにしとけば、これが走っていくもんね、こうやってビューって。どうしよう、これと一緒には走っていかないから、いいんじゃない。で、こいつに針も買ったんだけど、出たよ、出ました、これやばいでしょう。270円、これ缶付きなんだ。缶付きってわかる？缶付きとは、缶付きってここのほら缶がついてる、これだから、ここに結ぶんでくん、これこんな感じで結ぶんだろうけど、これちょっと待って、結び方もう一回 YouTube で見るわもう一回 YouTube だこれとりあえずこの缶付きの結び方を調べますYouTube で。はい、仕掛けはこんな感じ。これ重りですね、これ。これ重りが、天秤があるんですよね。で、ここスルスルしてます。なんかチューブになっててこんな感じで。で、針ですね。針がついてて、で、重りがもし根掛かりしてもここの糸が、短いんで仕掛けは戻ってくると。いう感じですね。で、これに、タコをかけてね、打ち込み始めたいと思います。こんな感じ、はい、ね、逆光ですね。おー、逆光、はい、タコが今から石垣の海に沈みますよ、はい、じゃあこの仕掛けは、あと待つだけ。ピトンないんですよ、ピトンないんで竿が飛んでっちゃうといけないんで、で、竿の衝撃でね、自転車倒れちゃうといけないんで、もう自転車こう完全故郷ですね。なんか当たってるよね。まだ当たってる。待って、当たってる。グッてきたらガーって。まだ早い。まだ早い。初フィッシュやった一発目だね。はい、ちっちゃいけど可愛いの釣れました。まあ、ないよりはいい ね、見て可愛い、うん、ほら、はい、はい、夕方から雨予報でちょっと荒れるっていうんで、本当は GT を狙いに来たんですけど、今日ちょっと深瀬釣りをとりあえずねやりますね。で、地元の師匠もね、今日はちょっと参戦して一緒にやっていきたいと思います。V9 です。これね、 V9 で相当水を入れんと、すごい、
り過ぎた。お、これキス？おお。どれどれ、やがな？つけてれば。あ、いいやん。よっしゃ。ほい。いいよ。あ、頑張って。え、マジ？マジ？マジ？本当に？おお、来たやん。頑張れ頑張れ。違う。おお、来たやん来たやん。来たー。これ刺されんようにしな。刺さるやつやな。これ。おお。おお。石垣島のポテンシャルを肌に感じたな。やりました。いいっすね。しまったー。バレたな、今大きかったね。もうちょい頑張って。今見た、今見た。よかった今の。ああ、うん、マジっすか。おお、来たやん。よいしょ。こっち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 、落ちた落ちた落ちた。おお、来たー。いいじゃん。けおいしい。うまいやつだ。やったー。やりましたー。やりましたー。メンソーレー。引きはどんな感じ？引きはね、グッてきてガーってグッてきてガーってやって、うん、あっち行くよって感じだった。わかりました。今日曲がってましたもんね、サオデン。うん。おお、今日2本目。やったー。いいっすねー。めちゃめちゃ楽しいよ。おお。終わっちゃいました。終了のお知らせだね。終了のお知らせです。雨降りそうだから行きましょうか、うん、ね。よし、今日の釣果見てみますよ。見てみます。そう。久しぶりね。今日の晩御飯ですね。これをまた餌でね、使いますからね。これはブダイだね。ウロコ、ウロコ取るのはね、うん、ある、ね、あるの？あるよ、ほら。どれ？これこれこれ。あ、これ？うん、あ、あるじゃん。あ、ありがとう。ありますとも。すいません。ありますとも。なんでこれ？いやいや、ないないかなと。あれするものは何だっけ？それ何するの？貝、貝。貝の。貝の開けるやつ。美味しそう。ほら。綺麗ね。ほら。めっちゃうまそう。新鮮だからいいと思うよ。ね、美味しいよね。うん、新鮮だからよ。いいですね。今釣ってきたばっかりでしょ。今釣ったばっかり。もう最高さ。身が引き締まって。じゃん。おお。立派。ドヤ顔。悪意があるな。立派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 よ。さすがですね。立派立派。美味しいよねこれ。川にもなんか身もくっつかんで、うん、絶対美味しい。素人がやると川に身がくっつくんだよね。ただの川にもったいない。こんな感じでね。こんな感じでね。おー、うん、気持ちいい。気持ちいいね。
は引きやすい。この種類はもう本当のもん。気持ちいい。任しときなさい。任しときなさい。もういっぱい。いっぱいあるさ。ヤシガニハウス食器も豊富です。でまずこれ。魚屋さんみたいな。そうだね、やっぱり魚屋の息子だけあるわ。あ、どうも。どうもどうも。どうもうっす。あるわあるわ。絵になるね。うん、あるなる。素晴らしい。はい。お、最高。はい、完成。はい、お、完成。完成。完成、完成。じゃあ、おばあは大きいの食って。いや、おばあちじゃんでいいよ。どうも。バデモだから。まあこれ、まあこれ、これあのラップしてね、冷蔵庫ね、夜食べてね。